はい、What's up YouTube、 どうも皆さんこんにちは、コウスケです。はい、今日なんですけれども、今木曜日に撮影してるんですけれども、来週の月曜日から学校が始まるっていうことなんですけど、今日はなんとめちゃくちゃでかいイベントがあります。あの前のプラタニティの中で説明したと思うんですけど、今日はビットデイと呼ばれる日です。あのビットデイが何かっていうのは前のあの動画見てもらえればわかるんで、本当ビットデイの動画をちゃんと真剣に撮ろうと思うんですけれども、私は学校のフォトグラファーとして今働いてまして、それの写真を撮ってくれっていう風に言われましたんで、カメラの上に GoPro つけて、私がどんな視点で写真を撮ってるのかとか、その雰囲気だけでもちょっと楽しんでもらえたらなっていう風に思います。なんで後で、写真とアフレコでの紹介になってしまうんですけれども、そこのところちょっとご了承ください。はい、それではやっていきたいと思います。ただすごいっす、今状況が。こんな感じなんでやっていきたいと思います。Thank you. You can do it first. Yes. Yeah, it's fine. Okay, 1, 2, 3. Okay, he's gonna take one. Okay, 3, 2, 1. Okay, thank you. はい、ということで今、帰宅しました。ビットデイがさっき終わって、その後ミーティングがあったんで、今ちょうど、3時45分になりました。今から編集をして、その編集の風景をちょっと見せようかなというふうに思うんですけれども、あまりちんたらしてる暇がありません。なんでかって言いますと、今日中にこの記事が上がるので、できるだけ早く編集してあげないといけないです。なので多分もう、1時間多分30分かかんないぐらいでパパッと編集していきたいと思います。はい、まず枚数で言いますと約300枚ぐらいですね。30分ぐらいのイベントだったんですけど、300枚ぐらい撮って、これを今から、セレクトして、その後に色調補正だったりとか軽く編集をしていこうかなって、それで書き出した後に、提出しようかなというふうに思います。ちょっともう
あの喋ってる暇ないんで急ぎたいと思います。約20枚から30枚までちょっとセレクトしないといけなくて、ちなみにもう軽くはセレクトしてあります。書き出しもちなみに通常大体10メガぐらいあるんですけど、書き出し 2,3 メガで書き出ししてっていうふうに言われたんで、OK です。とりあえず34枚までセレクトできたんで、基本的なプリセットを作ってそれを全部コピペしてって、あとは最後に、トリミングだったり軽く色調整を補正をしていきたいなというふうに思います。はい、はい、ここからちょっとアフレコで説明していきたいんですけれども、まずこれちょっと英語になってるんですみません。まず最初に、色収差除去とあとプロファイル補正を適用みたいなところで自分のレンズを選択していきます。今回はタムロの 70-200 のレンズを使ったのでそれを選択していきます。その次に全体の、ベースとなる軽い色調補正をしていきます。私は、サイドではなく自然サイドの方が好きですので、それをプラス10に振って、その次に多分、明瞭度というセクションをプラス10していきます。そして基本的な色調補正が終わったら、それをコピー&ペーストで私がセレクトした34枚の全ての写真に適用していきます。はい、このコピー&ペーストの作業が終わりましたら、次に、トリミング、その次に露出、ハイライト、シャドウ、それが終わりましたら、白レベル、黒レベルの補正をしていきます。今回はビットデイということもあって、それぞれのソロリティに色がありました。黄色だったりマゼンタ、ピンクだったり赤という色が結構使われておりましたので、なので最後にそれらの特定色だけの、サイドを上げて終わります。あとは、この作業を全ての写真に行って短時間で終わらせるということをしていきます。はい、ということで今色調補正全部終わって、クロップとかも全部の編集の作業が終わりました。約45分40分ぐらいですかね。だいぶ飛ばしてやったんですけど、こんな感じになりました。今度ちょっともうちょっと詳しい編集の仕方だったりとか教えようと思います。これがまあ学生なりの写真の編集の撮影方法と編集方法です。はい、もしこの動画が良かったら、チャンネル登録高評価、 Instagram、 Twitter、 Facebook のフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、 See you。